星光は、日本の俳優、映画監督、脚本家である。本名は、湯沢明。旧芸名は星光、湯浅剛義経藤寅次郎監督の松竹鎌田撮影所名物、鎌田ナンセンスコメディをはじめ、多数の喜劇映画に出演し、戦後は、東横映画、大英東京撮影所の脇役として知られる。特技は、漫談、趣味は競馬。 1907年10月26日、東京府東京市神田区西木町に生まれる。母親は、初期の帝国劇場で女優として活躍した、東秀子である。一区文館中学校在学中の1924年5月、小畜蒲田撮影所へ入社。1925年、星光名義で、牛原宇都彦監督へ映画、恋の選手でデビューして、 後に中学校を卒業。以後、牛原、大久保忠本両監督に認められる。やがて、五所平之助監督映画で、飯田長子、八雲恵美子、田中絹代と共演するが、1928年1月に退社して、東京の目黒市長兵第一大隊に入隊する。1929年1月に除隊し、再び小畜蒲田撮影所に入社。 斉藤虎次郎監督のか田ナンセンスコメディの主要人物として、同年の映画、全部精神異常ありや1930年の映画、他の彼亭主で主演を務める。同年4月、西尾義雄監督映画、食、愛して、ちょうだいより、星光ると改名。以後、西尾監督映画、嫁入り特本、尻に敷かれて、小津安二郎監督映画、エロ神の怨霊。 佐々木つ次郎監督映画、カフェへの夫婦と立て続け』に主演し、大活躍する。九百三十一年二月の佐々木監督映画、公人区落ち商売で主演した後に退社し、河愛い映画社に迎えられて入社する。同年三月、田中茂雄監督の第一作、タヌキと精神病患者で、主演第一号となり、以後、裏町天国、春よお前は罪作り、花に浮かれて、 恋児や生命は捨てかねる、弱き者よ何時の名は、女なり、海の狂人、矛盾、講談史上ありと立て続けに主演を務めた。しかし、同年10月、自ら原作、脚本を手掛けた、映画、夢吉陽気の毒様を最後に退社する。1932年4月、日活渦政撮影所へ入社して、山本果次郎監督映画、再君新戦術をはじめ、 多数の現代劇、時代劇に出演。当時、同撮影所には、杉教授、田村邦夫、関時夫、吉谷久夫などの喜劇俳優が揃い、賑やかなコメディを展開。その中でも、杉とは1934年の大谷俊夫、を、監督映画、可愛い,い女房、日活玉川撮影所遺跡後には、渡辺邦夫監督映画、前線舞台で共演している。 1935年以降は脇役に回るが、1938年の映画、路房の石中助役など、シリアスな作品にも公演を見せた。1942年、統合によって大英に所属。終戦後の1947年、小畜京都撮影所制作の高木光一、監督映画、モデルと若さまで。 映画界復帰を果たし、同撮影所や東横映画などで活躍。1951年、大英東京撮影所と専属契約し、ここでも多数の現代劇や時代劇に出演。1969年に公開された井上義雄監督映画、ジョトバクシサイコロゲショーが最後の出演作であり、1971年の大英東産まで在籍していたが、 以後の消息は明らかになっていない。没年不詳。大怪獣ガメラなどを手掛けた映画監督の湯浅範明は息子にあたる。ありがとうございます。